お願いします。お願いします。まずは前節の岡山戦の振り返りをしてもらいたいんですけど、はい、山口戦、はい、勝てはしなかったんですけど、チームとして非常にいい流れできてて、まあゲームも良かったかなと思ってて、はい、岡山戦いいこう結果、はい、まあ、内容出るかなと期待はしてたんですけど、まあ、1試合として非常に厳しい難しいゲームだったのかなという印象ですけど、どうでしたか？そうですね、まあ、山口戦あれだけのこう選手も入れ替えてですけど、うん、パフォーマンスができて、で、まあ、僕たち自身そのホームで勝とうみたいな話もしてた中で、ああいう、まあ、点は取れなかったですけど、いいゲームができて、まあ、そこまでは良かったんですけど、やっぱ岡山戦、まあ、環境のせいとかでも本当したくはないんですけど、うん、どうしてもやっぱ外の競技なんで風が本当すごくて、うん、けど別に僕たちはロングボール主体のサッカーではないんで、うん、そういう中でその下のパスをもっとこう通せたのかなっていうか、一人一人がもっとこういいポジションをこう取ってっていうこともできたし、あとはやっぱ修正力がちょっと、まあ、僕も含め足りなかったのかなとは思います、うん、開幕してからその、まあ、今10試合経ちましたけど、はい、そういった修正は試合の中でこううまくこうコミュニケーションも含めて取れている感じはあるんですかね？まあ、徐々には良くなっているのかなっていうのは感じるんですけど、もっとできなきゃなっていうのは、うん、最近思います。まあ、見てて村山選手中心にすごいこうピッチの中でもコミュニケーション取れてるなという感じはあるんですけど、はい、まあ、そういった試合も含めていいゲームした次の試合とかなかなかこうな波に乗っていけないというか、はい、そういったなんかこう要因というか なんでそういう風になってるのかなっていうとか、なんか感じたりしてるところありますか？まあでも練習の雰囲気とかはそんな悪くもないんで、ただその試合に入ってやっぱ練習と試合のこう空気感といいますか、そういうのはやっぱ違う中で、まあ僕もこう後ろからまあ見えてるんで、喋ろうっていう喋らないとなとか伝えないとなっていう気持ちは持ってプレーしてて、けどそれがやっぱ僕だけじゃダメじゃないですか、サッカーなんで。やっぱこうフォワードの選手たちは後ろパッて見た時にここが空いちゃってるから、そこを相手は狙ってきてるから、もっとこうスライド速くした方がいいよとかっていう声をもらえると、あ、そうなんだ、逆に僕たちは後ろから見えてるんで、もっとここに顔出してくれとか、ここついてこうとかっていう声がもっとこう全体通してこう選手間で話していかなきゃなとは思ってて、それがなんかまだちょっと足りないのかなって感じです。まあ、でもそうやって気づけていることとか、はい、まあ、少しずつかもしれないですけど、まあ、改善していってくれたらなっていうのはまあ見てて思うんですけど、はい、まあそういった中で、まあ、開幕今話したんですけど10試合終わって、まあ、個人的なプレーのこう手応えというか、はい、状態をどういうふうに捉えてますか？そうですね、僕もまだまだだなっていう、そのやっぱプレーもそうですけど、やっぱこう声での存在感が本当足りないっていうか、なんか一声で結構変わると思うんですよ。それがなんかこうこの場面でなんでそれができなかったのかなとか、こう振り返るとあって、もちろんコーチングもそうだし、雰囲気を変える声とかももっとしていかなきゃなっていうのはちょっと感じます。まあでもそう言ってもまだ2年目、はい、で今年からまあキャプテンという立場になって、すごくこう責任のある立場にどんどんなっていってるんですけど、はい、今年自分に求められてることとかっていうふうなところはどう思ってますか？友達とかもこう2年目でキャプテンすごいねって言われるんですけど、うん、僕自身そんな年数はあんま気にしてなくて、うん、でなんか
会社みたいにやっぱこういる人が偉いとかじゃなくて、うん、サッカーってこう結局ピッチの上でできるかなんで、うん、なんでまあ僕も上の選手あのベテランの選手たちにも言うし、でももちろん僕がそのまだ23歳でキャプテンなんで上の人だって僕にも言いやすいと思うんですよ、うん、それでこう切磋琢磨じゃないけどいいこう言って言われてっていう関係はいいのかなとは思ってます。ご自身でそういったあのリーダー像というかキャプテン像みたいなのはありますか？やっぱなんか誰っていうのはないですけど、うん、先頭立って引っ張って苦しい時こそこう俺を見ろじゃないけど、うん、誰よりも戦うとかっていう姿を見せたいなと思ってます。まあ、今シーズンあのトレーニングのところから先頭走ったり、まあ、トレーニングの中もそうだしピッチの中でもあのゲームの中でも非常に存在感あるなと僕は見てて思うんですけど、まあ、去年の経験というのはすごく大きかったりするんですか？はい、とても大きかったです、ね、やっぱプロの世界に入っていろんな選手がいるじゃないですか。いろんな本当にいろんな経験をしている選手がいて、その中で試合出させてもらって、もちろん最初本当去年の10試合とかはもう緊張はするし なんだろうこう足引っ張らないようにだけ頑張ろうみたいな感じだったんですけど、徐々にこうチームのために何かできないかなって思えるようになって、ってなるとこうサッカーだけじゃなくて視野がすごい広がって見えて、その中でリュウ君とか本当にこう先頭を走って引っ張ってくれて、いやすごいなみたいなも思えたし、でもそれって絶対にチームには必要なんで、そこだけは絶対に僕も引き継がなきゃなと思って、それでプラスアルファはやっぱ声かけじゃないですけど、練習と練習の合間で本当だらっとすると空気が悪くなるんで、とかまあ今だ、まあ、今日とかだったらやっぱどうしても負けてテンションが下がって週明けの練習なんで、こうポジティブな声かけをしていこうかなとかっていうのはこう練習前に考えるようになりました。いや素晴らしいですねいやでも本当そういった経験を、まあ、若いチームだけあってどんどんそうやって引っ張っていってほしいなと思うし、こういう苦しい時だからこそ、まあ、そう言ってすごく考えて行動に移せることは絶対チームにとってプラスになると思うんで、はい、どんどんやってほしいなと思います、はい、去年から今年にかけてもずっとほぼフルで出てるけど怪我がないですよね、はい、そうですね、まあ、なんかちょこちょこ、まあ、去年とかもだましだましやってる部分もあったかもしれないですけどまあそういったところっていうのは普段からの生活、まあ、食事だったり、トレーニングの前後とか意識してやってることとかあるんですか？ご飯は結構気使うようになりましたね。大学の時もあの栄養とかの授業があったんで、まあ、一人暮らしだったんでその結構こういろいろやってみようかなと思ったんですけど、それ以上にやっぱプロに入ってなんかこう体も変わったねって言われることが増えて、食事は結構気にするようにはしました。どういう感じに変わりました？例えばこうすごく動けるようになったとか、はい、まあ、高く飛べるようになったとか、なんかあるな。キレですかね。去年からも体重、そんな去年も体脂肪率が高いわけではなかったんですけど、うんうん、去年よりも2% ぐらい落ちてて、今年はそれをずっとキープできてて、で体重もどんぐらい2キロぐらい落ちてて、なんか重くはないんですよ、けどパーンって当たった時の負ける気は別にしなくて、なんでそのいいとこだけ残ったみたいな感じが自分の中にはある感じです。プラスその前後の例えばストレッチとか、トレーナーに見てもらうとか、はい、そういったところも気にしているんですか？そうですね、なんか
どこがはだから例えばここが痛いってなった時に、もちろんその痛いところをが悪いのは当たり前で、でもここが痛くなるのって、例えば股関節が痛かったらお尻がちょっと硬いとか腰が硬くてきてるとかっていうのも、なんかこうなんとなくだけど分かるようになってきて、なんかそれはトレーナーに教えてもらって分かるようになったのか、それとも自分だけでそういう感じになったんですか。なんかまあトレーナーの方からも言われたりもするんですけど、なんかそれがこう去年1年間ずっと付き合ってきた中で、なんか今日例えば股関節内転が痛いな、これ多分でも自分で分かるじゃないですか、ここが重い、あこれ多分腰から来てるから今日はじゃあお尻と腰をちょっとほぐしてもらおうかなみたいな。すごい、ね、そうすると次の日良くなってるんですよ俺最後まで分からないんだけどそんぐらい自分とまあ向き合っとる系だと思うんですけどセンターバックとしてはそんな大きい方じゃないじゃないですか、はい、まあそういった時にこう大きいセンターフォワードの選手だったり、まあ、いろんな特徴のセンターフォワードいると思うんですけど、そういった人と対応するときに一番意識することというのは、強いて言うならなんか多分感覚の部分がちょっと大きいと思うんですけど、うん、でも本当に思うのは平常心というか冷静でいること。例えば去年とかだったらあのレレ君とマッチアップするのと、うん、池さんとマッチアップするのって絶対違うじゃないですか、うん、利き足とかあれだけど、うん、レレ君だったらこう背後に抜け出しとか、うん、池さんだったらこう足元でとか、けどそれで山張ってもダメ、ある程度の予測は大事ですけど山張ってもダメだし、あの見てこう対応する、うん、その冷静さがすごい大事だなっていうのを思いました。それは去年1年間で覚えたことか、それとももう大学の時からそういったことを意識してやってた。いや去年で再確認したっていうか、なんかでかい人ってこううわでかいからこうちょっとこう、はいはいはい、なるんですけど、こうなった時って一歩遅れるんですよ。で逆にちっちゃい選手にこうガツガツいくとうまいから外されてっていうのがあったんで、とにかくどんな相手でも見て冷静にこう対応しなきゃなっていうのは去年思えて、素晴らしいすごいあのなんか見てる人とかも分かりやすい今の言葉だと思うんで、まあ、今いる選手とかもそうだし、どんどんそういうのを伝えていってほしいなと思いますね、はい、そうですね。ホームで松本戦、意気込みをお願いします。いや本当に10試合終わって、まあ、僕たちもそうですけどサポーターの方々も本当悔しい気持ちだと思うんで、本当にここで勝って波に乗れるように頑張ります。期待してます、はい、ありがとうございました。感心しちゃったよやべえと思って、そんな考えてんだと思って、いやまあ考えてはいそうやけど、考えてはいそうやったけどそこまで考えとうと思わんとき、すげえ な。いやでも僕もそんなキャプテン初めてっけ。いやもうずっとしとった。小中高。ああそうなんや。大もちょろっとしましたけど、まあ、もちろんプロとねそういう学生の時とは違うやろうけど、はい、そこの経験もやっぱ大きかったですよ。やっとった経験って言います。でも全然違うんすよ、ね、やっぱなんか大学本当に顕著に違うなと思ったのが、大学の時って俺らみたいにプロを目指してるやつと、うん、もう今までやってきたからってやつがいて、それをまとめなきゃいけなかったんですよ。でそれのなんか僕がこうそういうやつらにバーって言っても、俺別にサッカーそんなに熱量が違うけんね、そうそうそうとかっていうのは本当に難しくて、そういう意味ではもうみんなプロで試合に出たい勝ちたいがもうあるから言いやすいしまとめやすいですけど、いやけど僕それこそなんかすごいこういろいろ考えちゃうタイプなんで、もう僕そう今日なんかこれがなかったら池さんともう話そうかなと思ってたしとか、なんか選手だけで一回ミーティングとかやった方がいいのかなとかっていうのもすごい考えてて、けどまあ
今日の練習の雰囲気が本当に良かったね。うん、そうね、本当良かったね。でもまあでも基本なんか練習はさ、いいよね。いいっす。ずっと練習はいい。俺そうだよね。別にあ今週ちょっとだらけとんなとか、はい、別に思わんだよね、うん。それがなんかこう結果と比例線形、はい、ちょっとね歯がいいけど嬉しいよ。でも頑張って今日とかは、ね、よかった。いいんですけどね。これ回っとった、回っとるか一応頑張って。はい、ありがとうございます。してます思います。ありがとうございます。いや勝ちます、マジで。何こんな調子に ねすげえよな